兄ちゃん、兄ちゃん寄ってって。兄ちゃん、もう席もかわいいやろ。どうです、旦那。遊んでいかはりますか。勉強させてもらいますよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの。あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く。まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは。サンガー班一人で大丈夫なんか。心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとらんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。
Yahoo!
セラ日狂連を相手にここまでたどり着くとは。まことは彼女は先ほどある人間に何そう焦るな。そは信用しろ。せやったら組員を襲わせたの手荒な真似をして悪かった。覚悟やと知っての通り日教連以外にも牧村誠、それが真島。3年前、
忽然と島の組から消えた。そしてオウミ連合の佐川に弱みを握られて、なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあ、あの女に惚れたってことが。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けた。そうカッカするな。なんであれ彼女を。だが今は東条会の未来をさ、もしも生半可なヒール。ずいぶん物騒なやり方やの。俺は慎重派でね。真島、もしも命を懸けて。そしたら誠の行方を。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。Yeah.